昨シーズンは共に J1 を戦ったチーム同士、オレンジダービーとも銘打たれるこのゲーム、両チームの選手たちがナックファイブスタジアム大宮のピッチに登場してきました。マテウスと酒井が、ね、両ウィングバックという形で3バックかなと思います。はい、さあ裏抜けるフラッグ上がります。オフサイドです。場内沸きましたがこれはオフサイド、ゴールは認められません。富山の抜け出しでした。ならば左足のマテウスというところですが、マテウス狙った、おーすごい、今度はマテウス、前回対戦は大前でしたが今回はマテウスが直接フリーキック決めます。先制大宮アルディージャ。これはすごいフリーキック決まりましたね。はい、まあ、興奮してベンチのところに行きましたけれども、ゆりかごパフォーマンスをマティウさん一旦忘れていたようですが、みんな集まって、これはちょっともうそれ忘れちゃうぐらいね、はい、すごいフリーキックでした。そうですね、今その列の中にベンチの塩田が入りましたが、第2子が生まれたばかりです。また横田にも最近第2子のお子さんが生まれたばかりです。そして大きいと思いますから、まあ、大宮同様ね、やっぱりゲーム運びですよね、両チームともに。大山が遠目から狙っていきます。どういう風にゲームを進めるかというところですよね。ここでマイボールにして、そしてシュートまでいった大山です。マテウス、マテウス持っていってマイナスのボールで、お前だー、キーパーセブン、ここは耐えました。酒井のハイボール、富山落とす、こぼれて三田のシュートをブロック。あ、ナイスセーブでした大谷、今のシーンです。そうですね、まずこのマテウスのこの突破で広瀬も対応したんですけど、こう前に入られたですからね、これ早かったですね。まあ、そして大前ドフリーでしたけどね、決めたいところですけど、やっぱり大谷素晴らしかったですね。はい、変わった時の彼の表情を見てたんですけども、はい、マテウスはやっぱりまだできるよっていう顔してましたね。はい、クロスでファーサイドバラダヘッドした追加点を狙っていた。変わった島だからじゃないですか。すごいいいクロス。パーでバラダでした。いや、このゲームの流れ後半ね、本当に新潟がもう8割ぐらい支配してたと思うんですけどね、はい、怖いですねサッカーは ね、これ一発ですもんね。はい、そしたらもう少し早い時間帯で変わってたと思うんですけど、まあ、マテウスが島田と変わって、はい、この辺りからですかね。大山から中、大前だ、ちょっと宮田、島田と、そしてバラナだ、キーパー、そしてパスト、惜しいシーンでした大宮。これは先ほどのバラナのシュートシーンです。まあ、キーパーの、ね、大谷からするとちょっと見にくかったと思うんですけどもね、はい、よく梶山、渡辺大輝から縦、梶山絡む、梶山から中へ、そしてシュートだー、来たー、渡辺新、土壇場で1点返した。ソン・ジュフンヘッドでスラス、まだあるスローイン、そしてここで長い笛、新潟の反撃及ばず、大宮アルディージャ逃げ切りました。